身につけてほしい応急手当、四肢切断編。座って安静にしてください。このタオルで切断された場所を強く圧迫してください。119番通報と応急手当に必要なものを持ってきますね。はい。準備したもの、氷の入った袋、ビニール袋数枚、清潔なハンカチ。ハンカチの上に切断された指を置きます。ハンカチで包みます。ビニール袋の中にハンカチを入れます。ビニール袋を密閉します。氷の入った袋の中に入れます。口を閉じます。身につけてほしい四肢切断手当、いかがだったでしょうか。詳しい内容は解説動画をご覧ください。